やっほーこんちゃクルタゲームズのユタとクルです。お願いします。はい、私たちクルタゲームズは最新情報からキャラ構成ガチャなどクッキーランキングダムの情報を配信しています。ただいま毎日投稿中で夜8時に動画がアップされます。また8時に動画が出てない場合はライブ配信をしますので、チャンネル登録ベルマークを押して楽しみに待っていてください。またツイッターの方も概要欄に貼ってあるのでぜひフォローお願いします。はい、今日は夜の8時じゃないんですけど、ちょっと早く皆さんにお伝えしたいことがあって早めに動画を出しています。はい、今日は何をやっていきますか？はい、今日はショップの追加とギルドイベントについて紹介していこうと思います。お願いします。まず自分が発見したショップの追加なんですが、このお知らせのところの右上ですね、ブラックフライデーっていうのがあって、かっこいいね、なんじゃこりゃと思って押してみました。そうするとショップに飛びまして、より好みブラックフライデーっていうのがありまして、これが何かと言いますと、ここにね、商品を入れるスロットを選んでくださいって書いてあるんですよ。はいはいはい。でなんだろうなと思ってここ押したら、まさかのここから好きなのを選んで、これはね、一番左のはこういう風なんだけど、これとこれはちょっとまた変わるんよね。なるほどね、この選べるんだ、そうそう、それを3つ選んで980円みたいな、自分の好きなのが作れる感じね。そうそう、より好みっていう風でね。でこの980円のやつを買うと、次この上ボリューム2って書いてあるんだけど、今度はね5個も選べるようになるね。すげえ。まあそのおかげで2440円とちょっと高くなるんだけど、安いよ。青のとこはさっきのところと一緒なんだけど、そう、これが全部クリスタルでもいいよね別に。そうだね、これが新しく追加されたショップになります。熱い。そう、これはね、こっちはちょっと課金してる人でも買うのはいいと思います、俺はもうこの後買いますこんな感じでした。で次にギルドイベントが追加されまして、はいはいはい、クッキー王国の冬支度っていう題名で、なんかね、願いの木みたいな感じで、あ、願いの樹ね、そうそう、こうやってね、これくださいって言ってるとこうやって渡していくと、これでまた依頼が来て、でこうやってまた渡していくと、ギルドパターンね、だから今回は。そうそうそう、そうすると今度この下のギルドの名誉を高めよっていうところにこういうスコアが書いてあって、そのスコアに応じてこの下の報酬がもらえるっていう感じですね。これいいね、なんかまたギルドのイベントがどんどん増えてきたね。うん、ここに獲得したギルド名誉スコアとかランクとかあるんですけど、このランクの報酬ですね、気になるのが、これも報酬つくんだね。そうが、こちら上位 1% に行くとこんだけもらえます。熱い、すごいよね。現在必要なスコアが書いてあるので、これに向けてどんどんね、みんなに、僕たちのギルドは行くよ多分これ、それとこのギルドの中でも報酬があって、1尾になるとこんだけもらえるんですよ。いやすごいね、なんかダイヤがめっちゃもらえるね。ダイヤももらえるし、このね、早送りゼンマイもね、欲しいうちは。そうだね、はい、なのでこの上位 1% を目指して皆さんこのイベントを参加しちゃってください。じゃんじゃんやりましょう。はい、今日の動画はこんな感じでお知らせみたいな感じになっちゃったんだけど、そうですね、皆さんショップやらギルドイベントやらじゃんじゃん参加してたくさん報酬をもらっちゃってください。楽しんでください。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお願いします。では次の動画でバイバイ。